河村さん赤目つってるじゃないですかね。赤目じゃなくて涙目にしてやろうか。今日は涙目にしてやる。そろそろあれだで、もう落ちたらちょっと寒いで。あの前回までの暑さだったらむしろちょっと嬉しいぐらいだろうけど、昨日涼しかったいな。3時間やってもあれもう3時間経ってるけど全然時間感覚あれだなっつってな。今日ちょっとまだ風が強いな。朝方風がちょっとあるんです。スケビ用事が終わったんかよ。今日来ねえっつってたから、寝ろーっつってたんで、寝ろーっつって。じゃあ夜よ。じゃまあそれもいるよ多分。よし、いけ待って、どっちに流れるか分かんねえから、とりあえずこっちだ。よし、あーすげえ流されるな。船の向き変わるかもしれないけど。50、早い落とせ、早い落とせ。多分180、200ぐらいじゃねん今日は。風がちょっとまだ強い。違うの、あいつやっぱり向き変えて向こう行ったな。どこ行くんだろう。いや、もう移動してるだけだとは思うけど、どこ行くんだろう。エロいな。取れねえや、糸持っちゃって大丈夫。上げて取れた。ジャンプしてた。あのデカシーガでした。うん。
デカシーラが落ちパクしました100点すぐパクそこ。あ、俺来た。なんだ？なんだなんだ。お、お。待って待って。ああ。なんだおお。ハガト。大きい。おい、でかかねえよ。この前よりはでけえけど、まだ小サイズだよ。俺早く早く、はいはいはい、鮮度が落ちるんだぜ。君たちは魚をほっておきすぎだよ。おお、でかい。でかい。よいしょ。はい。でかい。よし、ごめんな。よし。よし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 。何してんだおめえら。毎週毎週。Thank you.
うん。お、違ったか、びっくりした。サイズがでかい。おお、本当きれい。これもでかい。おお。ゴイゴイしますか。でかくねえなめな。むしろ一番ちっちゃいなめな。うん。薄いピンクだな。薄いやつやな。なんだなんだ、すげえ流れかこれ。ヤグラちゃんが終了の合図だったな。